皆さんこんにちは。本日より開始の新イベントの解説です。条件は、1.3 で追加されたメインストーリークリアが必要です。これがないと参加できないので注意してください。ということでイベントの開始ですが、いつも通り旅記録から参加できます。報酬は合計で1680の星玉突章、工場ガチャチケットなど、かなり豪華なイベントですね。それでは向かってみましょう。世を漂う者に根を張る場所などない。脈路とスタートするんですが、同行任務クリアしていない状態なので、なんか妙に仲いいなって思ってしまった。会話パートはすべてカットしました。イベント内容は、決められたスペースに決められた数多く、パズルゲームになりますね。例えば得意だと、花瓶を6個置く感じですね。最初は選択肢が少ないので楽ですが、だんだん難易度が上がります。続いて2個目のミニゲーム。地点から地点をより短くつなぐゲームだね。大きくこの2つが今回メインのミニゲームになります。だんだんできることが増えていって、こちらは最終的に3ルートをつなぐことになります。ということで、途中経過の低層です。しばらく進めた後、こうおばちゃんとの会話で、3ルート目が解放されるのですが、ちょっとだけ悩んだのでここでやり方というか流れを。まず、既存の2ルートを削除した後、黄色を右側のルートから繋げて、緑はそのままでよかったかも。そして、新たに追加された紫を真ん中から繋げてクリア。どうせこの後最終的にルートが更新されるのでとりあえず繋がればいいです。ちなみに、積み上げゲームは、わからなければほぼ答えのヒントが表示されます。ヒントの写真のまま積み上げれば、簡単にクリアができるので、ほぼ解説することはないと思います。見ればわかるレベルのヒントを出してくれます。そして、進行の流れは博物館イベントと同じで、積み物ゲームの場所で積載する。それを何度か繰り返しているとイベントが発生するので、そのイベントを処理していくという流れですね。そして、しばらくすると、このように感謝状というのが解放されて、これをすべてクリアすると、先ほどのルート構築のやつが、最高ポイント分まで解放されます。また、こちらはマップでのミニイベント3個と、置物パズル3個から構成されていて、置物パズルは基本的にはヒント見ればクリアできるので、割愛する予定です。パズルがある要素を優先的に紹介します。基本的には会話するか、しらみつぶしで終わりますが、一部パズルがあるので動画に入れておきます。こちらは、左上のやつを2回時計回りにして、その後、半時計回りに2個一緒に動かせば終わり。上2回時計回り、右1回時計回り元、2回時計回りです。ということで全てクリアした後、正確には該当イベントだけでいいような気もしたけど最終ルートです。これで、低層の物流の最大報酬が取れます。基本的には手順とかはないので、同じルートを作ってくれればいけるはずです。
一応こんな感じに最終的に90にするので、最終地点まではとりあえず3店舗が繋がれば問題ないです。そして、紹介の感謝状と同時に、メインストーリーパートも次が解放。ということで、そこにパズルがあるので解説。手順は、万字を一度時計回り、万字と S を一度時計回り、S だけを半時計ではめる。あとは、一応討論シーンの解説もしておきます。こちらは、基本的に問い詰める、会話を進める。これを何度も繰り返して、問い詰めた時に、黄色い文字の言葉が出てきたら、証拠を見せる、という流れになります。しらみつぶしにもできますが、この辺理解していないとワンチャン詰むかもですね。はい、このように黄色い文字の言葉が出てきたら証拠を見せるを選びます。何回でも選び直せるので、少々間違えても最終的に進めます。その後しばらく進めると発生する店舗イベントですね。こちらで、パズルがあります。羅針盤で、1箇所だけ2個動くので、一番外側から揃えれば、楽勝です。敵を倒します。ということで、重装ですね。すべての街の感謝状イベントが終わったら、このように繋げるとクリアできます。ということで、おそらくすべて終了かな。店舗図鑑の項目からもイベントアイテムが受け取れるので、お気をつけください。店舗図鑑からもらえるアイテムとかは、ここの活気レベル上げるのに使います。20で最大かな。ということで終わります。だいぶはしょりましたが、ゆっくりやると4時間くらいかかりそうな感じ。会話パートも長いですからね。ご視聴ありがとうございました。さようなら。